1号艇佐藤大輔選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、気象状況もね、今節大きく変わる中で安定した走りが見られましたね、はい、そうですね、エンジン様々です、うん、調整はどんな感じだったんでしょうか。もう前件からペラーを自分の形にして、うん、もうその時点で乗ったらもう何も不満ない、うん、いい仕上がりだったんで、はい、もうベース変えずに、はい、チルトだけでやってる感じでした、うん、もうゾーンから外れずにそのチルトだけで合わせられるようないいモーター。そうですね、チルトもマイナスの方が結局良くて、うん、まあ、板ついたらゼロかなっていう感じです。なるほど。では今日もこのままチルトだけ。もうそうです、プロペラを点検して垂れとか抜けがあったら直すぐらいで、うん、もう特訓だけしっかりやれば大丈夫だと思います。どのあたりが気に入っているっていうのを改めてお願いします。全部気に入って持って帰りたいエンジンなんですけどいや本当全部いいんで、うん、強いて言うならっていうのも分かんないぐらい全部いいですね。なるほど。でもそのね、自信を持てるモーターでもちろん平和島、そうですね、うん、江戸川だけじゃないってところを見せたいです、はいはい。まあ、風も吹きそうですけれども、今おっしゃったようにもう水面も多少もう荒れてても江戸川で慣れてるんで、うん、はい、むしろ荒れた方がいいぐらいですね。それでは楽しみにされているファンの皆様にメッセージお願いします。はい、今日は何が何でも優勝して帰りたいと思います。応援よろしくお願いします。2号艇の大平義明選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、5日間を終えまして、船足の評価っていうのを何か挙げることできますか。そうですね、まあ、あれば全体的に上位と思います、うんうん、上位、あんな気に入ってる感じにはなってますかね、合った状態は。そうですね、うん、はい、合っていない時、レースごと、まあ、気象状況だいぶ今節変わりますけれど、影響は大きいですか。そうですね、ちょっと乗り心地に影響はあるんですけど、まあ、結果的には取れてるんですけども、うん、はい。まあ、昨日もあのスタートなんですけれども、スリット後もこうちょっと出ていくような感じもありましたね。そうですね、あの辺はいいと思います、うんうん、はい、この辺がいい特徴だったりしますかね、はいはいはい。まあ、気象状況、水面が荒れたりもする今節でしたけれども、安定板つくつかないでも差は大きいですか。そうですね、はい、うん、ちょっと調整はし直さないといけないですね、うん、はい。大きな調整、微調整どれぐらいで、うん、まあ、うん、つくとつかんではちょっと違いますけど、ね、うん、はい。まあ、今日はちょっと風の予報もありますので、でもその辺見極めてと、はいはい。スタート感自体はどうですか。そうですね、だいぶ分かってきたつもりなんですけど、はい、はい。さあ、2号艇での登場です。メッセージをお願いします。そうですね、まあ、精一杯走ります。3号艇の大橋純一郎選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今節はしっかり3連台にまとめてということになりましたが、序盤からの動き、まあ、気象状況変わりましたが、その中でいかがですか。まあ、エンジンが良さそうなんで、うん、はい、良かったです、はい、うん。ではあの微調整しながらという中でゾーンに入れられた。そうですね、はい。特徴は何かありますか。まあ特にないんですけど、まあ、全体的にいい足してると思います、うん、もう納得してる感じですかね。あ、納得はしてないですね、うん、もう一足は欲しい、はい、欲しいところはある。もうちょっと体感があって欲しいです、うん、はい。今節5日間走る中で、そあったレースもありました。あ、微妙にずれてますね、はい。では今日時間ありますから、そのあたりしっかりさせたい、はい、うん。何かこう考えるところあるんでしょうか。まあ特にないです、はい、試しながら、はい。スタートの見え方はいかがですか。まあ、結構勘通りに行けてると思います、うん、その付近の船足も悪くないってことですね、はいはい。さあ、3枠になります。優勝戦に向けてメッセージを、はい、お願いいたします、はい、優勝目指して頑張ります。4号艇佐藤翼選手です。よろしくお願いします、はい、お願いします。さあ、今節は、まあ、シリーズ序盤に伺った時はギリギリかななんていうお話もされてました、はい。そこからの変化というのはどうですか。
12レースの1号艇だった時から、うん、はい、ちょっとずつ気配が上向いたんで、うん、はい、いや4日目か、うん、なんとなくあやっとまとまってきた感じですね。うん、なるほど。まあ、ターンは最初はできるけれどもっていうお話されてましたね、はい、では直線の方もついてきた、そんな感じです、はい、昨日はどうでした？昨日はあのコンセスの中では一番いい状態で行きました、うん、その状態でこれなら戦えるなっていうレベルには来てる、なってると思います、はい、気になるところはなかったですか？まあ、今日に関しては、うん、もうちょっと出さないと優勝はできないかなと思うんで、はい、そこら辺ですね。まだその余地は残っていそうですか？いや、そこを探りながら今日調整します。風が吹いたり止んだりとこう不安定な風が吹いてますけれども、水面に関してはどうでしょう？もう吹くもんだと思って、うん、いけます。今日はい、わかりました。ではもうどこかしらもうちょっとずつつけて一緒狙ってと、はい、はい、スタート感はいかがでしょう？まあ、ぼちぼち、うん、10ぐらいでいけたらなって感じです。わかりました。さあ4枠になります。メッセージをお願いします。はい、優勝できるように精一杯しますのでご視聴お願いします。5号艇中里秀夫選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今節は前回の優勝モーターを手にしてということでしたが、まあ、決して数字はあるモーターではないんですが、そうですね、はい、あの数字はないですよね。はい、どうでした乗ってみて？あの前傾そのまま乗ったんですけど、はい、やっぱりね渡辺睦さんとかに、うん、あのバック1つ以上行かれたりして、はい、あれこれでよく優勝したなっていう感じだったんですね。そこからでは叩き直してっていう、まあその大幅に形変えたっていう感じではないんですけど、うん、あの自分がいつも乗ってるような感じで叩いてきました。昨日の準優勝戦日はいかがでしたか？乗ってる感じだと、はい、前半の方がちょっと回転的には合ってるのかなっていう気はしたんですけど、なるほど、はい、まあ抜かれちゃいましたけど、違和感がちょっとこう後半ありました？後半の展示でちょっと乗りづらかったり、うん、したのでちょっと失敗したかなとは思いながら、はい、まあ、レース結果出てくれたんですけどね、はい、ではまあ船足自体はそれなりにあったと。そうですね、はい、その回転がしっかり合えば合った状態で乗りやすくなったとして、評価としては最初に感じたところと比べてどうですか？まあ十分戦えるレベルにはあると思います、うん、何期間を除けば、うん、まあ、出てる人いますからね、うん、はいはい、今日はどういう調整をしていこうかっていうのは頭にあります？そうですね、ちょっと予報も水面、うん、荒れそうな水面なんで、はい、またちょっと板がねどうなるか、ね、それによってちょっと調整も変えていこうかなと思うんですけど、まあ、昨日もねそういったところ迷いありましたもんね。そうですね、結局つかなかったですからね、うんうん、はい、スタート感はどうでしょう？はい、スタートはまあ自分なりにはそんなにずれてはいないのかなっていう感じですね。ちょっと難しいですけど風の具合 で、ね、はい、さあそれでは最後に意気込みをお願いします。今日の12レースも精一杯走ります。6号艇の中一平選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今節振り返って序盤から課題を挙げてらっしゃいました。改めてどういったところに、はい、行き足の甘さと、うん、ターン中のグリップ感が少し物足りないなっていう感じですね、うん、ずっとずっと変化が出てくれない、はい、そうですね、準優は少しだけマシになってたのかなっていう感じはするんですけど、うん、はい、それは欲を言ってこうもうちょっと欲しいっていうのか、もう全然ちょっと物足りない感じなのか？全然物足りないですね。うん、なるほど。ですが調整はもちろんされている中で、はい、反応が弱い、はい、あまり変化がないというか、よくはなってるんですけど、はい、もうちょっとずつでもよくしたいっていうそこですかね。そうですね、展開がつけるぐらいの足にはしたいなとは思ってます。直線はどうですか？直線も、うん、もう一つですね、はい、なるほど。今日風もね吹きそうな予報が出ておりますけれども、そういった条件っていうのはいかがですか？はい、あんまり好きじゃないんですけど、雪間ずっと追い風が吹いてたので、はい、慣れてると思います、うん、なるほど。ではまあ今日はもう時間ある中でとにかく
底上げちょっとでもっていうところで、そうですね、少し感じですかね。はい、わかりました。スタート感自体はどうですか？スタートは行くつもりでしっかり行けてるレースもあるので、うん、はい、優勝戦なのでバッシュと行きたいです。わかりました。さあ、それでは皆さんにメッセージをお願いします。はい、枠は遠いですけど、展開あればつけるような足に仕上げて全力でレースします。応援お願いします。